お世話になりますとど,どれですか似てるでしょ果たして本人なのか美しい花々が入場者を出迎えますえここはですね広島市にあります植物公園ですえここで働いていた25歳の女性が6月7日勤務先を出た後自宅に戻らず行方不明になっているのです園の入り口にもご覧のように情報提供を求めるポスターが貼られています実は 彼女の目撃証言が複数あることが分かってきたのです突然と消息が途絶えたのは藤野千尋さん25歳市内の植物園で働いていた藤野さんは6月7日土曜日の午後6時過ぎ職場最寄りのバス停でいつも通り同僚と別れた後行方不明に何かどこかに連れて行かれて。 いるっていうことももちろん考えますけど。藤野さんに一体何が？取材を進めると次々と目撃情報が。うん顔はねあの写真そのものだそうです。あの目のあたりが特によく似てたと。さらに意外な場所でも。 あのポスターを見たらねんかすごく似てたんですよそっくりあそうですねこれあよく似てるわと思って行方不明から間もなく2か月娘を必死に探し続ける母帰宅途中突然と消えた25歳女性は今どこに真実の行方を追った 瀬戸内海を望む広島市区我々は行方不明になっている藤野千尋さんの自宅を訪ねた藤野さんは広島市内の高校を卒業後自然に憧れ長野の新州大学学に進学数年前父親が他界し不明当時は母と弟との3人暮らしだった。 母、ひろこさんは、仕事の合間を縫って、娘を探し続けている。あ,あ、口きちゃいけないなって、なんかこう。そうだなって、生きてるって信じて頑張ろうと思って。毎日やってきています。藤野さんは、今年4月から、この広島市植物公園で、臨時職員として働いていた。仕事は、花の手入れや植え替えなどが主で。 同僚の目には、真面目に働く姿が印象的だったという。本人も一生懸命やられてましたし、あのやっぱり将来、こういうところであの正式に働けるようになりたいということはいつも言われていなくなる直前の,その6月あたりの、はい、なんか今までとちょっと雰囲気が変わったなとか、そういったことっていうのはありました6月、私は感じなかったですね。 藤野さんに一体何が我々は不明当日の足取りをたどることに藤野さんは車の免許を持っておらず仕事が終わるといつも同じ方向の同僚女性の車にバスの停留場まで乗せてもらっていたという車内の様子ってのはどうでしたか そのバス停までがもう5分もかからないところなんで、えー、ここの園から出て、まあ降ろすときはまた火曜日にって言って、ハ、はいイとかって言って、えー、最寄りは、地営バス停で、職場からは車で5分その日午後6時ごろ、植物公園での勤務を終え、この辺りまで同僚の車で送ってもらった千尋さんは。 こちららにににありりますババスス停からバスに乗り自宅に帰るはずでしたしかし今回我々が取材を進めたところ新たな事実が浮かび上がってきたのです午後6時台のバスはおよそ10分間隔で藤野さんは普段そのいずれかに乗り帰宅同僚と別れた時刻の後では6時17分に駅前行きが出ていた

行方不明当日の午前9時3分、五日市駅前から乗車し勤務先の最寄りで9時26分に降りたのが最後となっていた残額は6530円記録では藤野さんはその日の夕方同僚にバス停まで送ってもらったのにもかかわらずなぜかバスには乗らなかったことに。 そして実は藤野さんはその日同僚と別れた直後長野に住む親しい大学の先輩に電話をかけていたあんまり電話かかってくることはないので、はあ、あちょっと変だなと思ったから、ええ、かけ直したんですけど出なくてはいそうですね、はあその後は一切かかってきてない その1回だけですね着信に気づき折り返し電話をかけたのは午後6時30分呼び出し音はしたが藤野さんは出なかったという不明前日親子で買い物に行った時藤野さんの財布に入っていたのはおよそ2000円で当日バス停まで送った同僚の話では服装は植物園の作業着姿で 眼鏡をかけていいたというしかも消息が途絶えるしばらく前から現在に至るまで貯金にも手をつけた形跡がないこの日も通帳を確認したが事故か事件に巻き込まれたのではないか母は不安な日々を送っているそうした中 藤野さんによく似た女性の目撃情報が。